赤ヘル軍団です。こんにちは皆さん、今僕は台湾高雄から、そこからバスで20分ぐらい行って、そこからまたフェリーで20分ぐらい行ったところの潮流宮という場所に来ています。で、ここは花瓶石っていうその有名なスポットで、今から乾杯していきたいと思います。乾杯。普段のそういうとこ、日本台北の居酒屋とかで飲むより格段に美味しく感じます。そして絶景です。この波の音聞いてくださいよ。すごい良くないですか。ただここの唯一の問題点は、暑くて暑くてもうほんと死にそうです。今気温も33度ぐらいあって、台北や高雄より暑いです。昇竜宮は台湾の南にあるので、もし南に行く機会があったらぜひ行ってみてください。こういう綺麗な景色が見れます。そんなところで昇竜宮の、花瓶石からでした。それではバイバイ。